台風速報。おはようございます。あなたの台風速報の時間がやってまいりました。2024年6月の26日水曜日朝5時25分24秒現在の台風第3号ケーミーの候補となりそうな熱帯低気圧、いわゆる台風の卵と活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部の発生予測に関する世界各国の気象機関による最新情報を徹底比較、分析、検証しながら加えて梅雨に関する最新情報を速報であなたへお伝えします。今ご覧をいただいておりますのはウィンディーによります世界最高クラスの予報精度を持つと言われるヨーロッパ中期天気予報センターの気象モデルをベースとします、ヨーロピアンセンターフォーミディアムレンジウェザーフォーキャスト ECMWF モードによります大気循環の移り変わり流れの予測をご覧いただいております。一番先の予報 ECMWF モード失礼しました7月5日金曜日夜8時までご覧いただくことができます。この時フィリピンのミンダナオ島の東の海上に活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部が描かれておりますが、台風の発生は予報されておりません。非常に平静かつ穏やかな太平洋フィリピン海の大海原が映し出されております。続きまして、アメリカ海洋大気庁 NOAA が提供する大気循環の気象予測モデルおよびアメリカ国立環境予測センター NCEP 内の一つであるアメリカ国立気象局ナショナルウェザーサービスの気象データがベースとなるコンピューター解析による全球数値予報システムグローバルフォーキャストシステム GFS モードによる大気循環の移り変わり予測画像をご覧いただいております。一番先の予報7月5日金曜日の夜8時までご覧いただくことができますが、この時全くもって不穏な動きなし、非常に平静かつ穏やかな太平洋フィリピン海の大海原が映し出されております。続きましてドイツ気象局ドイチャーベターディーンツとの気象モデルをベースします。アイコンモードでもご覧をいただいております。こちらは5日間予報になります。アイコンモード6月の30日日曜日の夜9時までご覧いただくことができます。この時フィリピンミンダナオ島の東の海上に中心気圧1008ヘクトパスカル周辺の最大風速最も大きいところで、全て一桁台ですが毎秒7メートルを指し示しております。台風3号ケーミーの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線というよりかはさらにその前身となる、活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部となります。しかしながらまだ台風が発生しそうな兆し、気配というのは感じられません。これはあくまでも私の個人的な感想と相なります。続きまして2024年今年の4月から新たにウィンディー内に加わりました日本の気象庁ジャパンメテオロジカルエージェンシーメソスケールモデルの天気予報モデルをベースとした気象庁の MSM モードもご覧いただいております。こちらはですね、見れる範囲は日本列島近海のみとなっておりまして、一番先の予報、6月29日土曜日の午前3時までしか見ることができません。日本海側にあります中心気圧998ヘクトパスカル、周辺の最大風速毎秒最も大きいところで20メートルを指し示しております。こちらの等圧線は台風ではありません。この等圧線はですね、日本海から発生して描かれている等圧線だからです。台風にはなり得ない、つまり熱帯低気圧ではないということに相なります。これがですね、以上、ウィンディーの4モードの比較となります。
台風第3号、ケイミーの発生は予報されておりません。続いて気象庁本家本元のサイト、台風情報をご覧いただきましょう。更新をしますと、現在台風情報は発表してませんというメッセージが記されております。つまり、台風の卵となる熱帯低気圧も発生していないということになります。続きまして米軍 JTWC ジョイント台風ワーニングセンターですね。アメリカ海軍と空軍がハワイ州真珠湾の海軍基地に共同で設置したアメリカ国防総省ペンタゴンの気象機関になります。衛星画像2周タイム発行時間が25日の18:00ズールですから、日本標準時に換算をいたしますと本日26日水曜日の午前3時時点の衛星画像となります。表線の枠内が北西太平洋、台風の発生領域となりますノーサスペクトエリアズ、疑わしい領域はどこにもありません。 JTWC 熱帯警報を見ていきますと、現時点では北西太平洋、北インド洋、中央、東太平洋、南半球では熱帯警報は発令されていませんということですから、熱帯低気圧およびその熱帯低気圧の発生情報も発表されていないということになります。気象庁梅雨情報をご覧いただいております。令和6年の梅雨入り、沖縄から東北北部まで、全てのエリアで梅雨入りが発表されております。北海道は梅雨はございません。令和6年の梅雨明け、昨日と同様に沖縄奄美地方のみ6月23日頃までに、梅雨明けが宣言されております。気象庁今後の雨、2024年本日6月26日のですね、夜8時までの予報を含む1時間ごとの降水量をプロットした画像をご覧いただいております。まあ、北海道地方もですね、ところどころ雨の降るエリアもあるんですが、やはり西日本エリア、特に九州地方から四国地方にかけてがですね、一日中の雨模様となりそうな画像がアップロードされております。ただですね、災害級の大雨になるような降水量ではなくてですね、線状降水帯の発生予報もなされておりません。しかしながら今日は一日中雨模様となりそうな西日本エリアのですね、画像が広範囲にプロットされております。気象庁の週間天気予報をご覧いただきましょう。本日26日の水曜日、やはり九州地方と四国地方は雨の予報となっております。先ほどの画像と同じですね。明日27日の木曜日、雨の範囲が広がります。明後日28日の金曜日、雨の範囲、西日本エリアから東日本エリアにまで、広範囲に広がる予報となっております。29日の土曜日、30日の日曜日、1日月曜日、2日の火曜日となっております。やはりですね、梅雨らしい、ぐずついた空模様が続く1週間、そんな日本列島の天気予報が発表されております。タイム速報。それではまとめに入りましょう。とりあえずですね、4月4日までの最新情報をご覧いただきましたが、7月のですね、5日まで最新情報をご覧いただきましたが、とりあえずですね、台風の発生情報は今のところ発表されておりません。つまり7月の初旬頃までは台風は発生しない予報となっております。そして梅雨に関しましてはですね、特に今日の1時間ごとの降水量なんですけれども、災害級の大雨になるような予報を発表されていないものの、西日本エリア、広範囲に雨の予報となっておりまして、特に九州地方は一日中雨が降り続く予報となっております。足元に注意をしながらですね、今日も一日笑顔で素敵な一日になるように心よりお祈り申し上げております。私からは以上となります。